今回は皇居で英風した男、彼の名前は木戸孝義、またの名を桂小五郎、維新の三傑の一人であり逃げの小五郎という呼び名でも有名な方ですよね。そんな彼、お酒でかなり失敗していました。天皇からお酒を振る舞われテンションが上がった彼はついつい飲みすぎてしまい潰れてしまいます。さらに寝込んでしまった彼は深夜の2時まで廊下に放置されてしまったとか。しかも翌日の公務は二日酔いで欠勤、やってることが大学生ですよね。歴史の裏話を発信しているのでチャンネル登録をしてお待ちください。